皆さんこんにちは、こんばんは、勇者です。来ましたね、すごいイベントが来ましたね。はい、石は200個用意しております。めちゃくちゃ頑張って貯めました。はい、もともと大猿ガチャがあった時に、まあ、ちょっと多少動画やったんですけど、あれからもう僕ノーマルダンジョン頑張って行き続けましてですね、で大猿ガチャはギリギリまで引いたんですよ。で一応先に報告しますと、現在のザルパはこんな感じです。もうね、ここまで来たんです。もうチームコストが限界ですけど、ラディッツ大猿、ナッパ大猿、悟空大猿、パンブーキン大猿、こいつ何だっけ、女の子セリパ大猿、相当な大猿率よこれ。はい、ただ大猿になってもそこまで強くないというね、もうあの不遇ザルパでございます。はい、まあそれはいいとして、これですよ、ドッカンフェスで、ベジット、スーパーベジットですね。まあ原作最強キャラです。はい、まあこれは正直待ってました、これですね。はい、まああの強さとか、まあ、パッシブスキルちょっと面白そうなんですけど、絶大な威力で反撃とか書いてるんでちょっと面白そうなんですけど、まあ強さはね、今回はさておき、やっぱりちょっと欲しいキャラクター、しかもブロリー、新しいブロリーとゴジータも入ってるんですよね、このガチャ。まあ至れり尽くせりであると、もう引くべきガチャであるのはもう間違いないんですが、まあ、あの僕がフレンドさんとかに聞いた感じ、まあ、爆死報告が非常に多いガチャでもあります。はい、ということですので、いきます。もうあのどうせ回数も限定なのでね、あと3回って書いてるんで、こっちこれ3回引くと10連1回無料って書いてるな。あ、そうなんや。ということは、俺の場合だと、150個使って3連引いて、プラスもう1回引けるのかな？ちょっとわからないですけど。じゃあまあ、とりあえずそこ限界まで行きましょう。あ、そういうことか。3回で出てるのはそういうことか。ごめんなさい。間違えました。3回引いて1回分無料。そしてまた3回引いたら1回分無料ってことだね。無限にいけますよね、こんなもんは。そうやそうや、限定じゃない、限定なわけないもん。ここで稼がない、いつ稼ぐのって感じですからね運営さん。さあ行きます。ちなみにもちろんこのフェスゲームキャラ一つも持ってませんが、私はこれ狙いがゴジータですとかベジットですとか言うとまたもう出ませんので、大猿狙いで今回行きたいと思います。はい、大猿が出たらもうそれでも僕のフェスは勝ちと、フェスゲンでも何でもないですけど。右からサタン、さあ行こう。まあね、出る方は言うても、出る方はスパッと出るんでしょうね、ベジットにしてもゴジータにしてもブロリーにしても。まあ私はそんなね、いい引きは持ってませんので、まずはドクターゲロから始まりですね。もう RR と、もう幸先の悪さ尋常やなしということで、R、あ、おい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 。やるねえ、天さん。まさかこんなとこで指針の剣使ってたとはね。お？あー、このベジータ。かっこいいんですけどね、これ。戦いの天才。やるねえ。や、トーマ。はい。はい、やるねえ。ちょっと待って、これ。ちょっと待って、このガチャ。友情ガチャか、これ。マジなのか、この。この感じ。これはタイのセル。これね、使ってはいるんですけどね。あ、そして、ピッカピカの方のフリーザ。ちょっと待って、ひどいな。うわ、ひどいな。俺、10連でもうささっと出て、あい、もう全然楽勝でしたね、とか言いたかったのに。ウィス！ここでもウィスが俺の邪魔をしてくるか。はい。サクッと10連終わった。なかなかのラインナップですよ、これ。フェスゲンだらけです。はい、行きましょう。いや、ちょっと幸先悪いなぁ。左からサタン。あんま関係ないですよね、これね。演出的には。レインボー。レインボーの放て。来い！はい。大丈夫ですか？ちょっと俺、叩き壊すかもしれませんよ。あ、
でも SR のビーデルや。いや、そんなんで喜んでたが。あ、ピッコロさんや。SR のピッコロさんや。そんなんで喜んでたが。嬉しいけど。悟空。この悟空、あんま顔好きじゃないのよな。鳥山明の感じじゃない。来た!おいー!ザルですか。しかも被ってるし。被ったー。ザルが被ったー。いや、嬉しいけど。大猿かぶったー。そんなことありますかね、トーマ。いやいやいや、もう友情ガチャやん。お、なにこれ。うわ、やった、タオバイバイ。R か。ビジュアル的には超好きですけど。18号ね。もう終わりかな。まだ、テンさんね。多分この点3で終わりぐらいですかね。信頼の実力と。あ、まだある。ジャコ。ジャコさんですね。はい。まあ、SSR1 個、引けました。というか、まあ、狙いの大猿が出たんですが、かぶり。ちょっと大猿でかぶった初めてなんで、ショックがでかい。2つ。さあ、行くぜ。まあ、まだまだ。はい。ロリータね。このロリータ出たときなんかもあかん。うわ、ロリータね。いや、いいんです、いいんです。 R 率高えな。R、R、R とね。いや、あなた見たね。R、R、R、R ね。これ一応石使ってるガチャですからね。これ R、R、R、R です、今。R ね。R、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 R ね。今 R5 連ですね。嘘やろ?おい、嘘やろ?おい、嘘やろ?おい、おい、ちょっと待て、これ。これ逆に予告なのか ?R がこんだけ来てたらもう、あと許してくれるみたいなことなんか。R6 連とかもうあれ初めてなんですけど。ここで初めて SR。出た。これ、また R ですよね。R が、すごい R 率。これは持ってます。エクレア野郎ですね。トランクス。おー、やるじゃないか。これひどいぞ、このガチャも。R、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 SR、R。はい。戻りましょう。あ、10連1回無料になるのか。はい。だから、え?これでいけるんですよね。これ無料?無料分。来た!熱い!これは熱い!これは熱い!バイバイみんな来るよ。よし、来た!来た!さあ、SSR は確定。これか?違う、ダブラ。いや、もう怖い。もう影見えた時点で大体わかるもんな。ちょ、怖い、すげえ怖い。怖えー、ドキドキする。ちょっともう、R を出すなっつうの、R の女を。ああ、時の海洋神。時の海洋神さん、ズラみたいなやつ来た。お、これは悟空、スーパーサイズの悟空。でもこれ別にフェスとか関係ないもんな。まあ、当たりなのか外れなのかもちょっとよく分かりにくいですけど、持ってないのは持ってないと思うんで、よしよし、まあいいか。でもこれでも SSR の権利を失ったと思うと悲しいな。まあ、フェス源ではなかったっていうことですね。ビルス。来た !SSR のビルス。SSR2 つか。いや、熱いガチャだったな。熱いガチャだったな。はい、悟空。結構この絵は好きな悟空。いや、熱かった !SSR2 つ。
でも、ヘスゲンは出ず。はい。さあ、ラストいきましょうか。じゃあ、まあ、もう最後残しませんので、もちろん。ラストいきます。蹴りつけてやる！蹴りつけれる？お前。もう、200個使ってるよ。ほんま頼む。来た。いきなりで、5点です。うん。親子3代カメハメ。パンちゃんよー来るなー。ご飯ね、今んとこちびっこしか来てない。おお、かっこいいな。17号、ちょっとフェスゲン、あー出た、足細いやつ、タゴマ。いや、ほんまに出ないっすね。恐るべき出なさですね。はい。おいおいおい、コアラ野郎。このコアラ野郎。マジか。一個も引けずですか。ちょっと頼むぞ。うん、トランクス。うわぁ。マジか。はい。ということで、ちょっと見ましょうか。どこで見た？修行で見たらいいのかな？レア、入手順で見てみましょうかね。はい。本日は50連引いたんですよね、フェスを。50連引いて、一応結果的には、SSR が3つ。50分の3。で、1個が大猿のセリパ。これが悟空、スーパーサイズ孫悟空、超特大ダメージを与えまれに気絶させる。うん。絵はかっこいいです、かなり。はい。地属性の HP とディフェンス力グッパーアップ。で、パッシブが、なるほど、木玉変化ですね。うん。で、このビルスは前のアカウントで最初に引いたやつですね。こいつがね、このリンクが全然ないんですよね。無邪気。無邪気って言われてもね、無邪気は多分ね、うちのザルパとちょっとリンクできるかもしれないですけど。うん。はい。悲しみのテストになりました。はい。これでね、何回イカツリの出たらまた僕のこのゲームのモチベーションがぐっと上がるのかなと思ったんですけど、まあまたしばらく地に潜りそうですね。はい。しこしこ貯めて、また何かフェス、面白いフェスがあった時に、ぶち込みたいと思います。はい。ということで見ていただいて本当にありがとうございました。